どうも、こんにちは、弁当です。化学平衡 ③ ということでやっていきましょう。化学平衡のシリーズ、すごいテンション低いと思うんですけれども、ね、眠い時に撮ってるので、ため撮りで申し訳ないです。ということでやっていきましょう。とりあえず、電離定数っていうお話をしていきます。で、電離定数っていうお話をするからには、電離していく様を考えるんですね。何かが電離するのを考えますよ、と。例えば、HCL って、H プラスと CL マイナスにバカーンと分かれるんですよ、と。で、ここで、まあ、両矢印ね。離れたり、くっついたりする。離れたり、くっついたりするよっていう反応を書いてあげてください。まあ、この反応の書き方のスタイルは覚えとこう。で、そこで、電離定数っていうのを一応設けます。で、前回までやってた KC っていう風なのとはちょっと違って、KC っていう風なのはこうやってパカーンって分かれて、プラスマイナスとかが出てこないパターンを前回までやってました。電離定数っていうのはプラスマイナスとかが出てくるパターンです。なんで、あえてこれ KC という風に書かずに、一応この場合は KA と書くんですね。で、なんでかというと、アシッド、酸が出てきてます。酸のことはアシッドという風に言うので、この頭文字 A を取って KA と書きますから、一応覚えておきましょう。電離定数ね、KA です。で、実際、濃度ですね。HCl の濃度分の H プラスの濃度かける CL マイナスの濃度というふうにしたらいいですよと。で、モル濃度ですね。モルルと。いいかい。例えば、この大括弧 A っていうふうなのは、A のモル濃度を示します。で、モル濃度の単位がモルルなんですね。要するに1リットルの中に何モルあるか。もう一回よ。1リットルの中に何モルあるかっていうのが、こいつなんです。大括弧なんです。だから、モルル分のモルルって感じです。僕、モル濃度のことモルルって覚えてんだ。モルル分のモルル。これが電離定数ですよ。で、じゃあ、酢酸についてもやってみましょうか。酢酸っていう風なのも大体一緒で、はい。これが酢酸ですね。CH3COOH。まあ、この、反応なんか、こういう化学式なんか覚えれない人は、CH3 と、ね、COOH を全くこう分けて覚えたらいいんですよ。CH3 だったら例えば何でもいいよ。チ酸とかって覚えたらいいやん。チ酸って。で、COOH なんてこんなん甲府とかって覚えたら覚えるでしょ。チ酸甲府っていう風に覚えたら覚えれますよ。酢酸なんてね。チ酸甲府とかって。で、そしたらこれも H プラスとほにゃほにゃに分かれるんで、ちょうどここで切れるんですかね。そうするとこうなります。要するに H プラス出てくるよとアシッド出てくるよということで、KC ではなくて、いいですか？一応赤で書きます。KA となります。アシッド出てくるから KA だよと。アシッド出てきて KA だねと。で、モルル分のモルル、チ酸甲府のモルル、チ酸甲府のモルル、で、チ酸甲府のかけらのモルル、H プラスのモルルということですね。で、一応、アンモニアの方とかもやっておきましょうかね。アンモニアというか、塩基ですね。塩基の方もやっておきたいと思います。で、どういう風になるかというと、アンモニアとかの場合、ごめんなさい。NH3 っていうのがこれアンモニアですよね。で、NH3 ってどう考えても、ね、OH っていうのは持ってないわけなんですよ。だから、なんで塩基なのって言われたらちょっと説明できない人もいると思うんです。で、まあ、90% 当たってて 10% 間違ってる説明を今からしますが、簡単に言うと、NH3 って水と混ぜ混ぜしないと塩基になれないんですね。だから自分そのもので塩基になれる物質ではないな。水と混ぜ混ぜしないと。で、水と混ぜ混ぜするんですけど、ちょっと白飛びが激しいな。ちょっと、ごめんなさい。画面ちょっと暗くしました。画面は暗くてもね、明るくやってきますよ。アンモニアと水ってこれ混ぜ混ぜしないと塩基にならないわけなんです。で、混ぜ混ぜすると、ちょっと雑に統合で繋いちゃうよ。NH4OH ってなんだよ。解釈としてはね。なんで、まあ、これでやっと OH がおるっていう感覚。なんで、一応これアンモニアって、水と混ぜ混ぜしないと結論塩基にはならないんですよ。で、これっていう風なのが、NH4 プラスと、ね、この H がここにお引っ越しするんで、そうするとこの水って、水酸化物イオンに化けるじゃん。っていうロジックなんです。まあ、こっちの式はちょっとまあ半分間違ってるから、あんま当てにしないで。とにかく、アンモニアと水を混ぜ混ぜすると、ね、水が、ね、この H を一つプレゼントするんですよ、こっちに。で、そしたらアンモニアは別に嬉しくないんだけど、自分自身は塩基の正体になるわけ。水酸化物イオンになるのね。っていうので、こういう反応が起きますよと。じゃあ、そしたらば、一応、電離定数書いていきましょうか。そうすると、モルル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 。アンモニアのモルル。で、今度水がありますね。水がいるんで、水のモルル。で、NH4 のプラスのモルル。OH マイナスのモルルということですね。で、このなんか平行定数とかを求めると、例えばじゃあ84とかにありましたよと。で、この84っていう平行定数が非常に大事なんです。なんだけどね、水の濃度って何ですか？水ってめっちゃあるんですよ。アンモニアちょっとっていうのと、もう水3リットルみたいな。水めっちゃ多いんですよ。水分子ってめっちゃ多いんですよ。ってことは、この濃度なんて一定って見なしていいんですね。いいですか？水は多すぎます。水多すぎるんで、もう無限みたいなもんね。これ無限みたいなもん。だから、これ、2i イコール一定と、みなすので、ね。だから、両辺この、大括弧 H2O で掛け算してください。もっと言うと、この大括弧 H2O を左辺にプレゼントします。そうすると、K×H2O の大括弧、イコール、モルル、モルル、モルルですね。アンモニアのモルル。それから、ね、アンモニウムイオンのモルル。で、水酸化物イオンのモルルですね。ちょっと板書汚くてごめんね。僕、板書そんな上手くないんだ。で、っていうので、一応この K かける水っていうのは、もともとこれ K ってコンスタントの語源なんです。だから要するに K ってのは一定って意味なのよ、もともと。K ってのは一定って意味。で、しかも H2O も一定なの。だから、こことここって合わせても一定なんですよ。だから、これをもう新たな定数で置いて、で、ね、塩基ってベースだからさ、Kb って示します。いいですかね。Kb って示します。で、この Kb っていう風なのは K×H2O なんだよって、なんとなく頭入れといてよ。ちょっとこの辺に書くね。あ、俺書きますね。Kb って何なんやっていう風に言われたら、だって、モルル、モルル、モルルだけど、水書いてないからね。途中で何やってたか忘れるんですよ。だから Kb っていう風なのは、普通に出した平行定数と、水の濃度。これの積だと思ってください。で、結局一定なんで、一定ってもう一回見なし直したよというだけの話なんで、そういう風に解釈してください。ということで、やっていきましょう。とりあえずインプットしようか。まず反応式書いて、反応前の濃度を書きます。モル濃度ね。モルルを書きます。で、変化のモルルを書きます。で、反応後のモルルを書きます。で、それで Ka っていう電離定数を求める。はい。で、お次、電離度のお話に行きましょう。電離度っていうのは、どんだけ電離するかっていう、電離度合いを示します。まあ、今は日本語だけでいいです。電離度っていうのは、電離度合いを示しますよと。で、アルファと示します。電離度合いをアルファと示します。まあ、電離度というより、電離度合いって思った方がね、わかりやすいかな。で、例えば、CH3COOH が、めっちゃなんかたらふくあると思ってください。その空間にめっちゃ、酢酸がおると思う。酢酸分子がいると思ってください。で、この酢酸分子ちょっと帯グラフにしますと、まあ、こんぐらいのね、酢酸分子があったとしましょうか。で、これ全体を1としたときに、まあ、濃度なんかやったらこう、C モルマイリットルってするわけですね。要するに C モルマイリットルの酢酸がおるんですよ。で、なんだけど、電離度アルファって感じで、ここのアルファっていう割合だけ、シュパーンって分かれるとしましょうよ。で、一応反応式を先にもう建前上書かないといけないので、こうやって書いておいて、そしたらもともと CH3COOH っていうのはこんだけの濃度があったの。だからもともと C でこんなね、電離した物質って一人もいなかったんですよ。けどもう水に溶かした瞬間ね、もう3になるので、こういうやつらは。なんで、こう1っていう帯グラフがあったら、この α の部分だけシュパーンって分かれます。そうすると、ね、もともとこれ C なんだけど、これ、一応なんか暗黙の了解で C×1 で、ね、C モルマイリットルあるよっていう風にしてるじゃん。そのうち α がいなくなったんで、ね、電離しなくて、無視で済んだ奴らが 1-α でしょ。で、1-α なんで、ここの濃度ってのは 1-α 倍されるわけ。逆に、電離できた分に関しては Cα って、α 倍ってカウントされるわけ。だから、こいつらは、ね、Cα っていう変化を遂げています。こいつはね、逆に Cα 減ってますっていうんで、とりあえずこの2行の書き方を覚えましょう。まず、反応前のモルルを書き込みます。モルルね。モル濃度を書き込みます。で、こいつ0、こいつ0。で、変化を書きます。まあ、四角変で変化って思ってよ。変化を書き込みます。そうすると、マイナス Cα、プラス Cα、プラス Cα っていう、この帯グラフで見たのと同じような変化ですね。で、反応後のモルルを書き込みます。で、このステップは覚えておきましょう。で、そしたら、C かけ、まあ、これ因数分解していきましょうか。こうやな。こういう風になりますね。ということで、一応、Ka、電離定数っていう風なのは、もともとはモルル分のモルルって感じだったじゃん。っていう感じで、ね。モルル分のモルルかけモルルだと思います。同じようにやります。はい。こいつがモルルに相当するわけ。だから C かけ 1-α。で、こいつかけこいつ、モルルかけモルル、Cα かけ Cα と。C1 個約分できますね。なんで、1-α の Cα 事乗としましょうか。で、化学の分野ではね、1-α2i=1 を使うんだってことをなんとなく頭に入れてください。はい、ということで、ちょっとね、まあ、皆さんも聞こえたと思いますけどね、やっていきたいと思います。電離度に関して、こういう形でしたね。で、1-α の Cα 事乗っていうに出てきます。で、化学のこの分野のみで行う近似なんですけど、この α ってのは非常にちっちゃいです。で、なんでかっていうと、この、酢酸って呼ばれる物質が弱酸なんですね。で、弱酸っていうのは、まあ、軽く言います。軽くお話しすると、まず、化学平衡になるんですね。で、大抵の例えば HCL っていう風なのは、化学平衡には、一応なってるんだけど、化学平衡っていう感じでは、高校範囲では取り上げられません。なんでかっていうと、HCL っていう風なのは、この逆反応がほぼほぼ起こりません。なんでかっていうと、HCL は全部 H を吐き出すの。要するに、こう、帯グラフがあったら、電離度この α ってのがもうほぼ1なんですよ。何言ってるかっていうとね、HCl っていう風なこの全体の塊が全部シュパーンと分かれるの。で、H プラスっていうのが酸の正体です。もっと分かりやすく言うと、この H プラスっていうのが pH を下げる魔法を持っています。pH を下げる魔法を持っています。ちなみに、この HCl は pH を下げる魔法を持ってないです。H プラスが pH を下げる魔法を持ってます。で、その pH を下げる魔法が、シュバーンって HCl がめちゃくちゃ出てくるんですけど、CH3COOH はそんなに出さないんですよ、この H プラスをね。だから、この Cα っていうのは実はめちゃくちゃ小さいです。っていう意味で弱酸って言ってるわけだ。pH がもうそんななんか6かな、6.5 かなぐらいなので Cα っていう風に言ってるわけ。っていうんで、化学のこの分野でのみ行う近似なんですけど、1-α で 2i=1 としてください。そうするとこれ分母が1になるんで、Ka っていうのは Cα の事乗とになります。で、α についておくと C 分の Ka のルートと。っていう感じで電離度が求まりますよってことですね。それから、H プラスっていう風なのは、まあ、実はここに公式書いてるんで、ここを見ながら公式を導くってことだけ覚えておいてください。ね。H プラスの濃度知りたいよね。H プラスの濃度が分かったら、どんだけの pH の下がり具合なのかっていうのが分かります。っていうんで、Cα と出します。で、まあ、Cα なのでね、さっきの α って求めたやつを使えばいいわけ。でちなみにこの C っていう風なのは変形すると C 事乗のルートです。なんで、この中身に C 事乗をプレゼントすると、1個消えて1個分子に行きます。なんで、CKA っていう風になるわけですね。まあ、公式は覚えないでください。公式は暗記しない。で、増減表を書けるように。で、壁ドンって。はい、ということで、塩の加水分解と干渉液と溶解色素は別な動画でもう撮っていますので、そちらの方はね、参照してください。ということで、終わりましょうか。